ティフォン -2A は技術者セルジオ・カサナベ・ケロパーナとウクライナ・ハルキウの大荒漏像記念ハルキウ機械製造設計局が開発した主力戦車。ティフォン -2A は T-55 中戦車を改良した T-55AGM モデルをベースにした一連のモデルの集大成である。ティフォン -2A の乗組員は運転手、報酬、戦車長の3人となっている。 射撃管制システムは、エオル V 弾道計算機で構成されており、砲手と戦車長の両方が操作できる。手法は、電子システムで二軸安定化されており、レーザー距離計、砲手用の 1G46M 標準装置、戦車長用の PNK-5 標準装置も備えており、これらも独立して安定化されている。ティフォン -2A は、砲手と戦車長の両方が使用できる。 ブランカ取りに良い統合照準機を使用して、日中と夜間に発砲することが可能である。ブランは、日中、夜間及び煙や霧などの待機条件で、最大1 2トル離れた標的を検出する機能を備えており、運転手は TVN-5 パッシブナイトビュアーを使用する。ペルーリー軍の T-55 戦車は、他の地域の戦車と比べて、技術的に古くなっているため、 セルジオ・カサナベ・ケロパーナは、ティフォンプロジェクトを立ち上げ、ウクライナのハリコフにある、KMDB で開発した。この開発は T-55AGM をベースにして行われた。数ヶ月にわたるテストのと研究の結果、T-90 や、ルクレール MX-56 などの、成功した他の戦車の経験を元にするのが最善であるという結論に達した。ティフォンは、 機動性、火力、より遠方の敵との交戦能力を向上させる装備と手段を採用している。また、革新的な戦場管理システムならだ、によって悪条件下でも運用できる C4 システムとして開発されている。ティホンは、KBM-1M125mm48 口径化工法を装備しており、相弾頭突き翼安定鉄鋼弾及び破片榴弾、 そして、ルーチ社のヒートタンデム成計作薬弾頭を搭載し、1G46M 小準機のレーザー誘導システムで誘導され、有効射程5000メートルで、地上目標や低空飛行のヘリコプターなどの航空機を撃墜できるコンバット対戦車ミサイルを使用可能である。また、ティフォンには 12.7X108 メートル MKT-12.7A、 機関銃が搭載されており、遠隔操作による射撃システムと昼夜を問わず射撃可能なサーマルサイトを備えている。さらに 7.6254mMRKT-7.62 同軸基準が搭載されている。ティフォンは手法に自動装填システムを備えており、これは通常の T-55 が毎分4発しか装填できないのに対して、 戦車が移動する地形の種類に関わらず、最適な条件下では、毎分発発の砲弾を発射できるという革新的なもので、自動装填は、砲手と戦車長それぞれのコントロールボックスのボタンを押すだけで行われる。これらの革新的な技術により、ディフォン -2A は、砲手と戦車長の両方が目標を探索し、手法を発射する能力を持つことから、ハンターキラーとして活動できる。 基本には、パッシブとリアクティブの2種類の装甲がある。パッシブはディフレクと呼ばれ、チタンとポリカーボネートの一連のプレートで構成されている。ナッシュ反応装甲は25ミリメートルを超える、発射体に衝突した瞬間に作動する爆発物のプレートで構成されている。このシステムによって、鉄鋼弾に対する高弾性を元の5倍以上確保することができる。 砲塔の両側に12門の 81mm 口径の発煙弾発射器を備え、近キー、SP システム、コントロールボックスによって作動し、戦車の周囲に煙幕を生成し、敵の視覚化を無効化する。当初は T-55AGM と同じエンジン、つまり 850HP の 5TDFM を採用することが検討されていたが、発進速度、排気量、 砂漠のような地形での操縦速度を向上させるために、このエンジンを改良して 1050HP のゴートドフマ、エンジンを搭載することになった。ゴートドフマは、2ストローク、ターボチャージャー付き、フレックス燃料、5気筒、水平対抗のボクサータイプのエンジンである。エンジンの急配儀のためのシュノーケルを備えており、密閉機構によって戦車は、水深1.8メートルまで潜水することができる。 エンジンの冷却は液体で密閉された強制空冷式である。カセット式の空気清浄機はサイクロン式で効率はほぼ100%となっている。このエンジンは砂漠での運用に適するようにフィルターを掃除することなく 500km 作動する。トランスミッションは全身5速、後退3速の2プレート優勢、ギア方式のシーケンシャル変速機で、 機械電気油圧のシステムを採用している。これらのシステムによって、最高速度は全身で時速 75km 以上、後退は時速 35km 以上を達成している。ティフォン -2A は新たに油圧操打方式の走行システムを採用し、液晶画面に走行パラメーターや設定内容を表示するとともに、閉回路カメラを使用して、 交代時のモニターを表示している。点火は電気式及び断熱圧縮システムによるものです。サスペンションとベアリングは新設計で片側3本の補助ローラー、トーションバー、調整可能な強固なショックアブソーバーを採用し、不正値では時速 65km まで、整地で時速 75km 以上、交代でも時速 35km 以上の速度を可能にしている。 舗装路でのグリップ力を高めるために、立体にはネオプレン製のパッドを装着している。重鍋は時速 70km 以上でブレーキをかけた際に、路面を滑ったために、これらのパッドを取り付けることを選択し、最適な結果を得ることができた。ありがとうございます。